ミキって役はみんなのリーダー的存在なんだけど、ちょっと頼りないところもあって、結構今高校卒業したばっかで自分の気持ち的にも不安定なところがあって、そういうところはなんか似てるなっていうか、だから共感持てたっていうところがあります。やめてください、みんな違う、一人で行かせちゃダメだよ。天然ボケの翔子なんだけど、私も天然ボケで結構やりやすかったし、最初監督とかに会った時にはちゃんと質問には真面目に答えたんだけど、なんで翔子の役に持ってこられたの分かんなかったんだけど、他のみんなはやっぱり私は翔子の役だとか言って、おりゃーおりゃー、みちりちゃんさ、もうちょっと女の子らしい言葉遣いできないかしら。うっさいんだよガキは。いや、私に近いんで、あまりそんなに役作りというのはあまり考えずに。今回撮影で一緒だった子たちがみんな私より年下で、でも結局リーダーシップを取ってるのは私じゃなかったんで、そういうことも全て含めて共通する部分が多かったんで。ああ、早く帰りたいな。いらないよ、そんなの。あ、私あれ見たい、カイル・マクラクランのツインピークス。違う、ミキちゃん。わがままで、なんか自分勝手で、あんまり人のことを考えない女の子なんだなと思ってるんですけど、でもすごい自分に似てるとことか、いつもなんか愛子は一言一言が厳しいよねってよく言われるんです。バカにしてんの、ぶっ殺すか、拉致監禁してんじゃねえよ。ジュリは一言で言えば私にすごく似ている。唯一違うのは、ジュリはその自分が素直じゃないところとかをすぐに表面に出してるけど、私はそれを隠してるんですね。私マジでやってるから、この仕事。オーディションであなたに負けたの。大体あの子だって最初から変だったじゃない。わけわかんないこと言って、あいつだって可能な仲間だったかもしれないじゃない。まあ黙ってりゃいいんかなって思ってました。ちさっていうのは内向的な性格で、で勘が鋭い。私怖い。アリスになっちゃう。森じゃない、ここ。印象に残って大変なシーンはステージ。私せと切なせと心強さといつも感じている、あなたへと向かって。その時すごい体の状態が悪くて風邪気味だったんですけど、何度か踊りながら歌い、でも本格的にやったのはあれが初めてだったんで、これからもっと大きいステージを目指して頑張りたい。あの女の子何？え？
ないの？あそこに女の子が立ってるじゃない。トンネルの中で結構ミキちゃんと言い争いになって感情的になるところがやっぱり難しかったし、自分の夢が本当になるとかありえないことで起こるなんて絶対ないから、どこにどうやって送ればいいのかとかがちょっと難しかった。あれはやっぱり。やめてよ、嘘なんでしょ。白い女の子なんてどこにもいないんでしょ。そんなの私の怖い夢の中に出てきただけじゃない。一番印象に残っているところ、やっぱり対決するところですよね。あなたが1991年に限定生産されたものを持っていられるはずがないわ。嘘。あなたは私じゃない。私はあなたじゃないのよ。この世界だって私の知ってる世界では全然ないんだわ。私が夢の方なの。いやいや、そんなの。二人をこう順番に演じていて、例えばセリフのこととかもどっちがどっちだか分かんなくなっちゃう、混合しちゃうんで。みんなでビデオカメラ回して森の中歩いた時、あれがやっぱなんか一番楽しかったっていうか印象に残ってるんですけど。やっとるよ、ハマっとる。貸してー貸して貸してはい、しょうがない。はい、レイカさん、こんにちは。なんかワクワクするんです、自分たちで回してると。ドキドキする量が違う。なんか本当の字が出てるって感じですね。はい、 I can hear my voice 今始まる。回ってますカメラ今。はい、回った。うわあ、でもかっこよくないこれ。はい、バカ者。それは向こうに映ってるとかわけじゃない。あとポッキーか。知らん。おならが下、おならしていい。下、プスッておなら。はい、じゃあ本番いきます。スタートボタン分かってるよね。もうスタートしてます。はい。じゃあ本番。ゆっくり歩いてね、ゆっくり。悲しくてこんなとこテクテクあらかにはならんの。だいたいなんであの子が仕切ってんのよ。私まずそこに疑問があるんだけど。だあー、ごめんなさい。私自分のことがわからない。なんでこの町にいるのか、自分が誰なのか。私本当は一人じゃなかったような気がする。誰かと一緒にいたって気がしてるんだけど思い出せない。私街の時間とかあんまり長く感じないのは、考え事をすごくいっぱいしてて自分を追い詰めちゃうっていうところがある。自分のことをすごくよく考えてて、自分って何だろうっていう考える人間だけど、私はアリスなんかじゃない。あなたが言ったこと本当かもしれないし、そうでないかもしれない。でもどんなに分析されたって今の私はこうなの。計算してやってるわけじゃない。私だっていつも自分に自信があるわけじゃないけど、自分をこうしたいってやってるから頑張れるの。少し前から、ちょっと前から、自分を好きになれる人、そういう人間になりたいなって思ってて。首絞められるシーンがあったのがやっぱり嫌やった。そんな、わしは覚えていない。絞められてる顔を見られるのが嫌やった。
1893年生まれの今年100何歳になる男でございます。ある時にはチャールズ・ドジスンであり、チャールズ・ドジスン、数学の教師です。またの名をルイス・キャロル。このウサギ男でありましてですね。うそ、変幻自在とでも言いましょうか、この物語の裏に暗躍する、妖怪とでも言いましょうか。ワンダーランドへようこそ、アリスたち。こういう役の方が好きなんですね、私個人、佐伯茂という俳優からしてね。それはなぜかっていうと、ドラマっていうのはやっぱりその日常を描くのもドラマであるかもしれないんだけども、やっぱり何といってもこのドラマとして提示するときには、この創造性あふれるね、イマジネーションがあふれる、頭がグラグラするようなね、そういったドラマの方が僕はもう好きなんですね。おーい、やっほー、喋っちゃった方がいいよ。なっ、演じるときにもこうリアルな役を演じるよりも、こう自分の中でも驚くようなこの展開を見せる、今こう言ったと思うと次は別のことを言うという、そういう役の方が非常にこう好きだという。例えば浦島太郎になってみたり、ブラボー、10点差し上げる、10点。それから野獣もそうでしょうし、光、あ、朝早いのか。あ、いけない、ニュースとなる。私を愛するというのだ、この醜い私を。そんな出来まい。難しかったなって思うのは、野獣さんとやったところで、なんかミイラに向かってささやくところがあるじゃないですか。あれは難しい。姿になるまで、あいつを愛したの。本当私、わからない。愛なんてまだ。でも、そうなんだと思う。醜い外見でも、心が美しければ愛することはできる。
あんなこと考えないし、あんまり。うん、若い女の子が6人いて、で、おじさんが1人いて、そのおじさん役を自分がやるということの不思議さっていうのかな。最初どうなることかと思いましたけどね。それはどういうことかっていうと、いつになったら終わるかなっていう感じが、うん。その目その目、うん、そうだね、いいよ、いい、とってもいい目だ、うん。モデルっていうのは喋らなくていいし、笑ってって言われれば笑ってればいいし、スチールの場合はこう一瞬一瞬のこう集中力だけなので、こういうドラマの撮影だとね、音も入るし、もう三次元だからね、いろいろ合わせることが大掛かりになっていくから、最初のうちはもうみんなの話聞いたら笑っちゃったんだけども、もう嫌だっていうんだよね、こんなしんどい仕事はない。最初に撮影始まったのが3月でしたよね。でまだ寒かったんで、とても、いや、ものすごく寒かったんであんなに寒い思いをした初めてで、これから辛いことがあってもあれを思い出せば頑張れると思います。本当死にたかったくらい寒くて、うん、もう寒、あんなに寒くなかったらお尻でも何でも見せてもよかったんだけど、私たちあれがないと天に帰れないんです。どっかで聞いたセリフだな。まあ気の毒なこと、自分たちがモデルとしていかに楽なことやってたかっていうことが分かったわけだけども、ただね、後半の方になっていくと一人一人のアリスたちがみんな女優の顔になっていくっていうのが非常に面白い。で、どこが女優なのかっていうと、その目線一つで分かってくるんですよ。愛してる。さあ、どうかな。図星ってやつ。演技をするのはほとんど初めてだったんですけど、一言で言うと難しい。メッセージを伝えることっていうのはどれだけ大変なことかっていうか、ジュリーになってその時の気持ちを考える、その状況に立って、その立場に立って考えてみるっていうのがすごい面白いって思い始めてます。演技は楽しいっていうか、自分じゃない人を演じれるわけだからすごい得してると思うし、ずっと演技をやっていってもっとすごい上手くなって、演技一本でやっていきたいと思います。これからは歌手として頑張りたいと思うので、ぜひ CD 買ってください。これからもどこかでお会いできるかもしれません。その時は見てくださいね。もし好きになってくれた人がいたら、シスターにファンレター送ってください。これからは、アリス6でいろいろ経験したこと、考えたこととか、自分が感じたこととかを生かして、自分を認められる人間に近づけるようにいろいろと努力していきたいと思います。今後もみんなそれぞれ頑張るので、これからも応援してください。ありがとうございました。どうもでした。謝るのも一度や二度だけじゃない。
かり合ってるはずだろうって声まで上げて、イラついていた僕の前で君はもうできない、約束はしないでなんて、会えない時間のせいじゃない、仕事の話ばかりをしていた。タクシー拾って家まで帰るとき、下を向いたままの君に見送られて、今日で終わりってなんか今日で全部終わっちゃうんだな。